それでは今週の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は、多項式の表現、それから多項式の加算のアルゴリズムというのをやりまして、で、乗算に入る前にちょっと寄り道をして、そのフォーナー法という方法について説明をしているところです。で、前回最後のところでフォーナー法のアルゴリズムと計算量を説明するところまで行きました。ということで、今日はそのフォーナー法の応用の一つとしまして、数のですね、2進数と10進数の変換の話をしたいと思います。テキストは18ページのセクション 2.2.3 というところから始めます。でまずその非負数数の2進10進変換というところからやりますけれども、負の数についてはどうするんだという疑問をですね、タイトルを聞いた瞬間に思い浮かぶ人もいるかもしれませんが、負の数については皆さん我々以前やりましたようにその2の歩数による表現などもあったりしますので、それはまた後ほど改めて説明することとしまして、まずは扱いが簡単なその非負の整数の2進10進変換から話をしていきたいと思います。で、一応この話題をここで取り上げる理由としましては、そのこれがですね、フォーナー法のアイディアで効率化できる、もしくはフォーナー法のアイディアを使っていろいろ計算を行っているということを皆さんに知ってもらうためです。ということで、まず整数の2進表記から10進表記の変換を見ていきましょう。じゃあ例題ですけれども、テキストにもありますが、2進数で101101と表記された整数を、10進数の表記に変換するということを考えます。一応これから先なんですが、2進表記や10進表記が混在しますので、その誤解を防ぐために、これは2進表記だというようなことを明記する際には、この数の表現を括弧で作って、右下に2とか10とかっていうその定の数を書くようにしますので、そのつもりで入れてください。ですね、この場合はこの101101011という2進表記の整数ということを表します。で、そのまず最初にその答えからですね、見てみますと、これ2進数の桁で、これ順番にこの1の、1が立っている位について、その2の出来上を加えていけばいいですので、まずここは2を加えて、それから、2じゃない、ここ2の0乗ですから1ですね、1を加えて、それから2の1乗、2の3乗、2の4乗、2の6乗と。そうすると、この表記で表せる数というのは、10進数で表すと、これらの数の和となりまして、実際には、我々が、よく我々の数、使う数の表現では91という数を表していることになります。で、単純にこれをですね、計算しようと思うと、その各桁ごとにこの2の出来上を求めていって、
まあ、1が立っているけども2の歴史を求めていって、まあ、それを加えるというやり方が一番、まあ、素朴なんですが、まあ、これがその桁数がどんどん大きくなると、まあ、こういったその2の歴史をどんどん加えていくという繰り返しではなかなかその、まあ、容易ではなくなるというわけですね。でそこでそのためにそのどのようにアイディアを使うかというと、ちょっとこれをですね、その、一変数多項式でこう表してみることにします。今、そのラージ N の X としまして、今ここではその6次の多項式を定義したんですが、その各その項の係数はどのようにして決めたかというと、今ここで考えているスモール m という数の二進表記 の, その2の i 乗にあたる部分が、まあ、1だったら1、0だったら0というふうにこう書くわけですね。ですので、例えば2の6乗が今この1ですので、それに対応する項として x6 乗の係数を1にしてみましょう。で、まあ、2の5乗 の, あの桁は今これ0ですので、それに対応する x5 乗の係数は0にしました。まず以下同様にしてこう数をこう決めていきます。でそうしますと、こう置きますと、実は我々が扱っているこのスモール m という数はですね、今多項式、今手にした多項式、ラージ m の変数 x に2を代入したものと等しくなるわけです。ここまでいいですか。で、我々のアイデアはこれからどうするかっていうと、実はまあ、先週やったホーナー法、前回やったホーナー法っていうのはどういう方法だったかというと、まあ、一変数多項式に数値を代入して、その値をなるべく早く求めましょうという方法でしたので、だからこの二進表記されたですね、数に対応する一変数多項式を作って、まあ、それにこう2を代入するという操作を考えて、それをホーナー法で解くことによって、まあ、少し効率よく求めてみましょうというのがここで紹介する手順です。一応、このホーナー法でこの M の2を求めたときの操作を全部展開して書き出してみますと、まあ、ちょっと面倒かもしれませんけれども、そのホーナー法のアルゴリズムを思い出しながらちょっと考えてみたいと思います。まず、このホーナー法では、この X の工事の項から順に値を代入していくということでしたので、まず x の6乗が1でしたね。で、あ、ごめんなさい、これ2ですか。x2 を代入するから2でした。失礼しました。で、x の6乗の係数に2を代入すると。で、次に x の5乗の係数が0でしたので、まあ、0を加えて、それをこう2倍して、で、x の4乗の係数は1でしたので、1を加えて、2倍して、で、x の3乗の係数は、まあ、1でしたので、これを1を加えて、2倍して、
で、x の2乗の係数は、0ですので、0を加えて、で、全体を2倍して、で、x の1乗の係数は1ですので、1を加えて、2倍して、最後に1を加えるという仕組みでこう計算をしていくことになります。でもちろん、皆さんが実際に計算する際には、このような式で展開して書く必要はなくって、まず、そうですね、ここで2倍しますから、で、ここ、まずここが2だよと。で、そこを2倍して、4になって1を加えて5になるよと。で、さらに2倍して、10プラス1か。11になって、で、2倍して、ここは0、0ですかね。で、2倍して、ここは1ですね。40、2倍して、90。で、最後に1を加えて、91というふうにこう計算していけばいいわけですね。ですので、こう、まあ、組み立て助法でも皆さんやったように、こう、2倍しながら、こう、1を加えるか、あるいは0を加えるかっていうのを、こう、繰り返していくことで、こういう二進数の十進表記を、まあ、効率的に求めることができるのがこの方法です。ここまでいいでしょうか。じゃあ、次にですね、その逆にその十進表記からその二進表記を求める手順について見ていきましょう。でもしかするとこの方法は高校までの数学でやった人いるかもしれないと思うんですけど、やったことある人どのぐらいいますか、日本の中で。あ、情報ですかね。うん、はい、わかりました。なるほど、情報だとこういうことやるんですね。じゃあ、ちょっと一部の人には復習になるかもしれませんが、一応ちょっと説明したいと思います。と、基本はですね、今、じゃあ、先ほどの例題に逆で、その十進の91をからその二進の表記を求めるということをやってみましょう。で、筆算を、ある筆算を繰り返すんですけれども、その1段階の筆算をちょっと書いておきます。91を2で割るんですね。91を2で割って、このような書き方をします。で、これはどういう意味かというと、91を2で割って、まあ、小が45で余りが1になるというのを、このような形で書くことにします。まずこれが、この手順の1番目ですね。で、2番目としましては、この手順をですね、その、小が0になるまで繰り返します。じゃあ実際に続けてみましょう。
一応最初の91を、まあ、2で割って小が45であまり1になったところから続けていきます。で今度は、この45ですね、この45を2で割ります。そうしますと、この場合は小が22で余りが1になります。で22を2で割りますと、下の黒板に続けて書きますけれども、小が11で余りが0になります。で11をさらに2で割りますと、小が5で余りが1になります。で5を2で割りますと、小が2で余りが1になります。で、2を2で割りますと、小が1で余りが0です。で最後に1を2で割って、小が0で余りが1になります。というところまでこう計算をこう繰り返します。ここまでいいですか。でここからその二進数ですね、この91の二進表記がどのように求まるかということなんですが、今行った筆算のこの右側 のカラムに書きましたこの余りのカラムに着目します。手順の3ですね。手順の3としましては、ここに1と0のが並んだカラムがありますけれども、このカラムのですね、下の数から順番に左から並べていきます。もしくはその言い方の違いですけれども、上から順番に右から並べるという言い方でもいいですが、まあ下から順番に左から並べていきます。そうしますと、まあ下から順番に左から並べていますと、101101101というふうに、ね、1と0が並ぶんですが、実はこれがその今求めようとしているその受信数91の二進による表記となります。まず手順を確認してください。よろしいでしょうか。2で割る、2で割るですね、与えられた十進数の数を2で割る割り算を小が0になるまで繰り返して余りを記録すると。でその余りの1と0を、まあ、ある決められたルールに従って、この場合は、下から順番に左から並べると。そうすると、実はそれがその求めたい二進表記になっているというのが、まあ、この手順ですね。で、それがどうしてこういう表記ができるかっていうのは何かやりました？この授業で。そうですね。はい。で、そう、一応ポイントとしましては、なぜこういうことをやって、まあ、二進表記が作れるかっていうところなんですけれども、実はこれを
ちゃんと展開してみると、コーナー法をやっているということに気がつくと思いますので、ちょっとそれを示しましょう。で、一応ですね、そうしましたら、今のですね、この丸2の計算を、手順を、こう、今度は、何でしょう、整数の十進での、その、小と乗与、小と乗与の和、での形で展開してみたいと思います。まず、与えられた、整数が91なんですが、まずそれを2で割ったことによって、まあ、小が45で余りが1ですから、このような形に展開することができます。で、次に、やった計算っていうのは、ここで出てきた、その、小の45を2で割っていました。ですので、それを先ほどのやり方で展開しますと、45のところが、22の2倍に1を加えたもの。で、それに、を2倍して1を加えたものというふうに展開できます。で、あとは、これを繰り返すんですね。次はこの22っていうところを、さらに2で割った割り算に展開します。そうすると、22ですから、11の2倍に0を加えたと。2プラス1。2プラス1となります。で、さらにこの11っていうところを、やっぱり2で割った割り算として展開するわけですね。そうすると、5の2倍プラス1ですね。2倍プラス0。2倍プラス1。2倍プラス1と。一応最後までやっておきましょう。今度は5を展開します。と、2の2倍プラス1。で、2倍プラス1。2倍プラス0。2倍プラス1。で、2倍プラス1。あともう一回ですかね。ところの、2をさらに展開しますと、1の2倍プラス0、2倍プラス1、2倍プラス1、2倍プラス0、2倍プラス1、2倍プラス1。という形でこう展開できるわけですね。それで、実は、この91の二進表記の各桁の、数なんですが、どこに入っているかっていうと、ここに、こう入っています。左から順に読んでいきますと、101101となりまして、まさしく、この91の二進表記の、になってるわけですね。で、この式の展開の形を見ますと、先ほど、なんだろう、二進から十進の変換の時に見た、コーナー法を使った表現に、まさにそうなっているということが分かると思います。ですので、実は、この今の方法っていうのは、このような形で、そのコーナー法の要領で、この数の表現を求めていると。ということで、まあ、この乗与を使って、この与えられた十進数ですね、二進数で表記することができるという仕組みになっています。ここまでいいでしょうか。じゃあ、それでは、一応、ヒフの整数のですね、二進十進変換を見ましたので、次に、今度は小数や分数
についてもその同じようなことをやってみようと思います。テキストは19ページの一番上にありますセクション 2.2.4 というところです。で、一応最初にですね、二進の循環小数をその十進数の有理数で表現するということをやってみようと思います。なんですけれども、その前に一応これを考える際にはもともとの その十進数での循環小数を有理数で表すというやり方を一応知っておいた方がいいんですけれども、皆さん覚えてますか？っていうかやったことありますか？まだ聞いたことがないけどどのぐらいありますか？あ、大丈夫そうですかね。少なくともここの教室にいる人たちは大丈夫そうですね。わかりました。じゃあその十進の循環小数からその有理数へ変換するやり方については一応この教室ではすでに知っているものとして話を進めます。一応講義ノートの方には復習としてやり方を書いていますので、もしやっぱり忘れてしまったとか自信がないんだなという人は後でコニオでアップロードしておきますので確認しておいてください。で、循環小数が二進数の表記の場合にもですね、大体その計算方法というのは十進の場合と同様でして、でほぼその十進数が二進数に変わった程度のものです。ということで、じゃあちょっと一つの例をやってみましょう。このような形の循環小数を考えます。A としまして 0.0 で0011のここですね、この小数第2桁と5桁に数字の上にピリオドが載っていますけれども、この2つのピリオドで囲まれた部分がこう循環する、すなわちこうずっと繰り返して現れるところですね。0011、0011、点々点というふうになって、この部分が 無限回、何度も現れると。で、この何度も現れるところを循環節というふうに呼びます。一応復習ですけれども。復習というのは皆さんすでにどこかでやってるかもしれませんが、もしまだ初めて聞く人がいたら覚えておいてください。で、この循環小数をその十進の有理数で表しましょうということを考えます。
で、まあ、いろいろやり方はあると思いますけれども、まあ、標準的なというか僕がやっている手順を一つとして示しますが、まず最初にやることはこの循環節を小数点のすぐ下に持ってきます。で、この場合ですと、この循環節の一番上の桁が小数第2になりますので、この循環節の一番上の桁が小数第1になるように、まず調節するわけですね。そうしますと、全体を2のべき長倍して、それをうまく調節するんですが、この場合ですと、その、先ほど当てられた A という数がですね、まあ、この循環節を一桁右へシフトさせたものがこれなんですが、これの2分の1倍ということになりますから、これを B と置きましょう。そうしますと、B は 0.0011 で、その小数第1位から第4位が循環するという循環小数に比例しますので、実際にこの B の、 その有理数、受信有理数の表記を求めてみます。であとは受信の場合とほぼ同じで、この場合は B を2の n 乗倍して、この循環節を1つ整数部に持ってきます。これは一応復習しますと、この循環節のうちに1個がですね、その全部こう整数部に来るように、そういう最小の整数をこう求めて、で2のべき乗その整数乗倍すればいいので、この場合は循環節の長さがちょうど4桁ですから、4桁右へずらせば1つの循環節が全部整数部に出てくるということです。そうすると4桁ずらすということは、B を2の4乗倍するんですね。B を2の4乗倍しまして、まあ、00が上にありますけど、まあ、それは一応省略して、まあ、こういう形でこう表されます。で、その下に、その与えられた B を書きます。で、2の4乗 B からですね、2の4乗倍の B から B を置くことによって、ちょうどその循環節が重なりますから、小数部を打ち消すことができます。そうしますと、左辺の方は2の4乗マイナス1、あ、ちょっとこれ受信数で書きますけれども、倍の B というのが、ちょうど、二進数の1、1という数ですので、受信数ですと3という形、3という数になります。
で、あとはこの、これを B に関する方程式と思って B について解けばいいわけですね。そうしますと B は、2の4乗マイナス1分の3ですから、5分の1ということになりまして、で、最終的に求めたいのは、A の有理数による表現でしたので、最初 B を定義したときは、B は、そうか、A は、A と B の関係は、A は、B の2分の1倍ということでしたから、10分の1ということになります。ここまでいいでしょうか。まあ、この10分の1というのはこう小数で表せば 0.1 という表記になります。で、まあ、計算手順はさほど難しくはないんですが、まあ、この計算例は少なくとも興味深いその考察を与えていまして、それはどういう何かといいますと、その十進数で非常に例えば桁数表現が簡潔なですね、例えば 0.1 といったようなそういう単純な表現でも二進数で表記すると循環小数になったりその表記の複雑さにだいぶ差異があるということですね。ですのでそれは実は皆さんがその例えば電卓などでこう 0.1 とか 0.01 っていうのがですねあたかもそのちゃんとしたその誤差のない数のように思えているわけですけれども、一方で 0.1 っていうのは計算機の内部では今のようなですねその循環小数で表現されていてで、まあ、それをこう、まあ、循環小数と厳密にはこう表現できないわけですね。ですのであるところでこの打ち切った近似としてこう表しているということが行われている場合もあるということに注意してください。十進数で自明な表現が、その必ずしも二進数では自明とは限らないということですね。そういうことにちょっと注意してもらえればと思います。ここまでいいですか？では次に、その、まあ、受信数の表記を二進表記で表すっていうことで、その中でも特にその整数以外の数を二進表記することについて、その手順について説明したいと思います。で、まず、その実数 x が与えられたものとしましょう。で、まあ、この x、しかも今はこの x が十進表記で与えられているものとします。やることは、この x、まず最初にやることは、この x を整数部分と小数部分に分けて表すことです。で、まあ、我々今まで使ってき
た記号の中でこの x の整数部分というのはこのフロアの関数で表せますので、この x のフロアの部分があの x の整数部となります。で次にこの x をですね、なんかちょっと集合のような形で表記しましたけれども、これをこうあの新しい表現で表すことにしましょう。この x の、この記号ですね、で定義としては、x からその整数部分を差し引いたものということで、まあ、地域は、0以上1未満の実数としまして、これをまあ x の小数部分とします、小数部とします。で、まあ、でこれから考えるのは、そのこの x の整数部と小数部それぞれに分けた表現の部分の、まあ、二進表記を求めるっていうことでして、で、それぞれの部分の二進表記として、その整数部分の二進表記をまあ Z と表しまして、それから小数部分の二進表記を P というふうに表しますことにしましょう。というふうに記号を置くことによりますと、置きますと、その、この与えられた数 x の十進表記に対するその二進表記というのが、z 点 p ですね、という表記になります、というふうになるようにしますと。まあ、これはあの記号のルール付けなんですけれども、一応このようにして、その与えられた数の十進表記、x の十進表記に対して、その得られる、それと等しい数の二進表記をまあ z 点 p ということにで表するということに、表すということにしたいと思います。あと、ここまでですかね。で、この表記のうち、この整数部分 z をの求め方については先ほどやりました。整数の二進表記で求めるわけですので、あとは問題はこの小数部分の P の二進表記を求めるということに集中したいと思います。そうすると、この P の部分の表記をこれから考えます。ちょっと場所の都合で次の板書は右側の黒板に上から続けて書きたいと思います。
では先ほどの例に倣ってですね、この十進の10分の1という有理数の二進表記を考えてみましょう。で、ここからはですね、以下の先ほどその整数の十進表記から二進表記をその求めたのにこう対応するような計算を繰り返していくんですが、先ほど その整数の二進表記を求めた場合と異なるのは、その整数を求めた二進表記の場合には与えられた数をどんどん2で割っていきました。2で割っていきましたが、この小数の二進表記を求める場合には与えられた数をですね、順に2倍2倍とすることを繰り返していきます。ですのでまず10分の1が与えられたというときにですね、これを2倍します。2倍しまして、2倍しますと5分の1なんですけれども、でこのときにこの2倍した数がですね、例えば2倍した数が A と A だったとするんですけど、 A がもし1を上回ったらば、ここをですね、こう A の小数部分というか、その1を1にされていますね、プラス1という形で表していきます。ですのでそうでない場合は、でこの2倍した数プラス0というふうにこう表すことにします。いいでしょう、このルール。与えられた数を2倍して、その2倍した数が今5分の1なんですけれども、これがもし1を上回ったら、そのなんとかプラス1というような形式で表現します。1を1にした分プラス1という形式で表現します。でこの場合は5分の1というのは 1を超えませんので、このまま5分の1プラス0という形で表現します。いいでしょうか。じゃあ次の計算なんですが、次の計算はこの右辺のですね、最初の項ですね、この1を上回らない、1よりも小さい部分の数として出てきたものを、順に2倍していきます。ここに書いて、5分の1をこの2倍するわけですね。 2倍しますと今度は5分の2が出てきまして、で5分の2はやはりこう1よりも小さいですから、プラス0というふうに書いておきます。でしょうか。でこれはさらに繰り返しますと、慣れたらこの矢印はもちろん省略していただいて構いませんので、5分の 2×2 ですね、2倍して、5分の4になりました。でまだ1を超えていないので、5分の4プラス0という形で表記しておきます。で、次のステップで、5分の4の2倍なんですけれども、ここで初めてその結果が1を上回ります。5分の8なんですが、5分の8ですので、これを5分の3プラス1というふうに書いておきます。で次のその掛け算は、
この5分の3を持ってくるんですね。5分の3を持ってきて、2倍します。そうしますと、今度はの結果は5分の6になりまして、これもやはり1を超えます。そこで、その1とプラス、その1未満の部分ですね、をこのように書いておきます。そうすると5分の1プラス1という表記になります。で、まあ賢い人はすでに気がついたかもしれませんけれども、ここに5分の1が現れたということは、上のステップの計算が今後さらにずっと繰り返されるということを意味してますね。で、一応ちょっと、実際にちょっとこの数の並びを0と1の並びを確かめるためにちょっとだけ書いてみたいと思います。5分の1を2倍すると5分の2が出てきて、5分の2を2倍すると5分の4が出てきて、で5分の4を2倍すると5分の3プラス1が出てくるという形で、これが以下同じように繰り返されるというわけです。一応ここまで辺までやっていますと、どこまでやるかってことなんですが、どこまでやるかっていうことなんですけれども、右辺の値ですね、この何とかを2倍して右辺の値、この右辺の値がちょうど1に等しくなるか、もしくはその循環する説が出てくるまでこの計算を続けます。で、最後にこのあとは数値の並べ方なんですけれども、その二進表記の数値の並べ方なんですが、今その出てきました、やはりこの右側のこの0と1の数の並びに着目します。そしてこの今黄色い箱で囲った数字の、まあ、各桁の数字ですね。この各桁の数字を上から順番に小数第1位から右側の方向に並べていきます。そうしますとこの場合、今の場合ですと 0.1 ときて、上から順番に数字を読んでいきますと、0、0、0、
1100111…というふうにこう進んでいきますが、まあ見てもらって分かるように、この0011ですね、小数第2位からの0011の部分が循環することが分かりますので、最終的にこのようにこの循環節の表記を行って、この10分の1、十進数の10分の1に対応するこの二進数の表記が完成します。ここまでいいでしょうか。とりあえずその手順を、順を追って説明しました。で、これがですね、どうしてそのこの方法でうまくその10分の1を二進表記できているかということについては、多分これ皆さんちょっと一回各自で考えてもらった方がいいかと思います。と考え方としては、先ほど その整数の十進表記を二進表記に直した場合のその数の展開の仕方とかなり似ているところがありますので、ちょっとこれは各自で考えてみてください。あ、一応迷った人のためにですね、答えは講義ノートの方には載っていますので、まあそっち見てもらえば分かると思いますが、まあ、ちょっとこういう問題を少し自分で考えてみるのもいいんではないかと思います。ここに何か質問ありますでしょうか。じゃあ今日は最後にですね、一つ例題をこう説明したいと思います。例題、ここで考える例題は、十進数でマイナス 91.1 という数を二進数で表記するというものです。で、いくつかルールがありまして、小数の表記に関するルールなんですけれども、まずその十進の出て与えられた小数が有理数の場合には、その二進ではその有限小数か循環小数で表すことにします。で、無理数で与えられた場合には、これは一般には循環しませんので、小数第9位を0者一入することにします。ここで0者一入という言葉を初めて聞く人もいるかもしれませんが、やることはその四捨五入と同じでですね、その十進数の四捨五入の場合は、その例えば小数第9位が0、1、2、3、4の場合であれば、
そのまま切り捨てると。で、5、6、7、8、9の場合には切り上げ、すなわち第8位の値を、1増やすということをやってました。で、これを0か1でこう判断を分岐させ、同じことをやることですね。だから小数第9位が0の場合はそのまま切り捨てで、1の場合は小数第8位をに1を加えるという操作を0か1にと呼ぶことにします。で、さらに今回ですね、負の数の表現が入ってきておりますが、今回この負の数の表現に関しては、整数部8桁の2の歩数で表します。で、多分この整数部8桁の2の歩数というのにもこれから説明をします。で、一応ですね、まず最初に先ほど、まず最初に、この、マイナス 91.1 の、 二進数の表記を考える前に、今まで一応正の、整数と有意数分小数の二進表記を考えましたから、まず 91.1 ですね、正の 91.1 の、二進表記を考えることにしましょう。実は今日 の、 授業の例はいろいろ仕掛けがしてありまして、この問題ですぐに使えるような例をこれまでにいろいろやってきました。実は91 の、 二進表記というのは今日の授業の最初の方でやっておりましたが、一応書いてみますと、101101011となります。それから実進の 0.1 の二進表記も、ちょうど先ほどやりましたように 0.0 あと0011の循環節と、こういう形で表されております。これらの結果から、まずその 91.1 を二進数で表すことにしましょう。91.1 の二進表記は単純にこの上の2つの二進表記を小数点を挟んで並べればよいわけです。で、ここでもう一つポイントなんですが、これからその負の数をですね、表現するんですが、その負の数の表現に、整数部8桁を使って2の歩数を使って表現するとありますので、一応整数部を8桁確保しておいて、1234510111011011いいのか、そうですね、今これ7桁ありますけれども、もう1桁一応0がありますから0と書いておくことにします。
実はこの桁をこの次にですね、その負の数を表現するように使います。で、問題はその、これを、あ、これをじゃない、そうか、これに対しか。これを使って、その、マイナス 91.1 を2の個数で表すんですけれども、2の歩数のアイディアをもう一回復習しますと、確かその、まあ、手順としましては、確か以前やった方法は、この1と0を全部反転させてですね、で整数の場合には、この1の位に1を加えるということをやっておりました。で、もう少しこれが2の歩数の原理に立ち返って考えますと、実はここの桁がミソでして、この桁がマイナス2の7乗を表す桁というふうに考えるわけです。2の歩数の考え方というのを一応もう少し定義に戻って考えると、一番上の桁をこのような大きな負の数と思って、それに対してこの正の数ですね、こちらの正の数を適当に加えることで、その目的となる、その負の数を表すということをやっておりました。で、そうしますと、この考え方でいきますと、まず、そうですね、あとは、この各桁をですね、1を0に反転させれば、うまく表現できるはずです。しますと、単純に、まあ、ここを1にしまして、あと、他の桁も全部1と0をひっくり返します。で、循環節についても、このように、循環節、小数分も全部、1と0をひっくり返すということで、実はこのマイナス 91.1 の二進表記というのはこのような形になります。で、多分、そのパッとこうなりますと見せられると、なかなか納得いかない人もいるんじゃないかと思いますので、実際にそうなっていることを確かめましょう。どういうふうに確かめればいいかというと、答えは簡単で、答えというかやり方が簡単で、この2つの数の和を取って0になることを示せばいいわけですよね。で、実際に加えてみるんですけれども、まず、じゃこの2つの数の和を加えると、まずどうしようかな。この、ちょっと桁を、この桁ごとに分けて考えますけれども、まずこの部分っていうのが、マイナス2の7乗なわけですね。一番上の桁が。で、整数部のこの2つの数の和を考えます。そうすると、これ、例えば、どの桁も1たす0もしくは0たす1が集まってますから、そうすると2の6乗プラス、点点点プラス2の、0乗が書きますよね。で、この、数の和っていうのは実は、2の7乗マイナス1という等式になります。そうしますと、この段階でこの整数部の和を取れば、マイナス、まあ仮想的にはマイナス1となって、あと小数部の和が1に等しくなれば、全体の結果が0に等しくなるということが示されるはずです。じゃあ今度小数部の、数の和を、見てみたいと思うんですけれども、この小数部の桁の和を見ますと、全部、和を見ますと、全部の桁が1になってるんですね。0.0.111111。
点で列になっていて、でこれは、2の i 乗分の1の、あの無限級数で、実数の連続性からこれは1を表すわけですね。ということで、うまくあのこの全体の数の和が0になるということが分かると思います。ここまでいいでしょうか。一応とその今ここではその、まあ、その循環小数まで含めた2の個数の表現についての説明も兼ねましたけれども、まあ、あのこのようにして2の個数を表現ができると、でそれからその実際にじゃあ自分が求めたその2の個数による負の数が正しいかどうかと確かめるには、まあ、このようにして実際検算してみればよくすぐに分かるということをあの確認しておきましたので、覚えておいてください。ここまで何か質問などはありますでしょうか。はい。じゃあ、今日はですね、一応、このフォーナー法の応用としまして、その整数や小数、有理数の受信表記、二進表記の変換について行いました。で、ちょうど時間が、切りがいい時間ですので、このぐらい、今日はこのぐらいにしたいと思いますが、次回は、このテキストですと、このセクション 2.3 ですね、この続きに引き続き進みまして、その乗算の話に入っていきたいと思います。はい、ということで、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。